曝露町駅は東京都中央区日本橋曝露町一丁目にある東日本旅客鉄道総武本線の駅である。駅番号は上21、中央区最北端の駅である。当駅は総武本線の近く間に設置されている駅の一つである。開業当時は JR 東日本の前身である日本国有鉄道の駅で最も地中深くにある駅だった。そのため、 国鉄で一番高いの山駅と友好関係にあり、改札前に長野産の白川で作られたオブジェが設置されている。国鉄時代に製作された駅スタンプには、国鉄で一番低い駅と記されていたが、後に高さがマイナス27.14メートルに修正されたことや、さらに低い京葉線東京駅や、海峡線吉岡海底駅が開業したため、 2003年から2020年7月7日までのスタンプには、問屋街と歴史のある街と記されていた。同年7月8日以降は、駅名の漢字一文字と、駅やその地域の歴史、特徴等を表現したシンボルを組み合わせた新しいデザインのスタンプに変更された。当駅は、運転系統としては、総武快速線の列車が停車する。 近糸町駅から観光船と分かれて、近く間に入ってから最初の駅であり、総武快速線のうち、この近く間は東京支社の管轄となる。東駅は連絡通路経由で、都営地下鉄新宿線の幕路横山駅や、都営地下鉄浅草線の東日本橋駅に乗り換えが可能となっている。東駅構内と幕路横山駅の間に連絡改札口があり、 乗り換え専用自動改札機、友人改札通路、生産窓口が設置されている。JR 東日本ステーションサービスが、駅業務を受託している新日本橋駅管理の業務委託駅。島式ホーム一面二線を有する地下駅である。ホーム階は地下5階。都営地下鉄新宿線の幕路横山駅とは、改札口を併設した乗り換え用の連絡通路が、 出入り口とは別にある。当駅のホームは単線シールド工法で建設した。開業時はホームの側壁が未設置だったが、1984年3月に設置された。西隣の新日本橋駅と同様に発車ベルが用いられている。JR の駅構内にある出入り口は1から6番の6カ所だが、うちもも東側の6番出入り口は地上連絡ではなく、 浅草橋交差点を段地下歩道に直結しており、さらに C1C5 出入口に分かれている。ホームと西口改札を結ぶエレベーターが設置されている。改札外と地上を結ぶエレベーターは JR の駅構内を呼び、地下歩道には存在しないが、都営地下鉄曝露横山駅、東日本橋駅 A4 で入り口に併設されたエレベーターが利用できる。西口。 東口改札の2カ所あるが、東口改札は終日無人となっており、遠隔多様のインターホンが設置されている。指定席券売機は西口に設置されている。かつては緑の窓口も営業していたが、2010年10月31日に終了した。ニューデイズは西口側の改札外にある。 2020年度の1日平均乗車人員は19,126人である。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り、当駅周辺は繊維系製品を扱うトンヤ街である。かつては長崎屋やサンクスアソシエーツが駅周辺に本社を構えていた。最寄りの停留所は幕路町及び浅草橋である。以下の路線が乗り入れており、 各路線とも、東京都交通局により運行されている。東42系統の浅草方面は2カ所に分かれており、東京駅始発の東42の1系統便は一番、出口そばの停留所を、東神田始発の東42の2系統便は、清洲橋通り上の停留所を用いる。かつては、草43系統の千住車庫東神田線。 錦式二十七系統の小岩駅箱崎町線、総二十八系統の神田駅火災橋、火災車庫線も発着していたが、いずれも二十世紀末に廃止された。最寄りの停留所は、富沢町である。注釈区出展広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。